はいどうも皆さんこんにちは、釣りの泉チャンネルの小川です。今回はねこちらじゃじゃん、アンタレス DC ですね。21年モデルのアンタレス DC、 こちらをね投げてきました。こちらのねレビュー動画になります。で結論から言うとめちゃめちゃいいリールです。シーバスでも全然いけます。で一応今回からね海水対応ということで、まあモデルとしては16のアンタレス DC の後継機にあたるモデルになるので、前回はね一応淡水のみっていうリールだったんですけど、今回から海水 OK ということでね、シーバスで考えている方も多いんじゃないでしょうか。で一応今回は比較とかは特にしてなくて、このアンタレスだけを投げてきた動画になるので、またね比較動画等を見たかったらそちらまた出した際見てくれればなと思います。で猫ちゃんが入っちゃいましたけど、で一応アンタレス16アンタレスとね似たリールで、こちらアンタレスベースのリールでねエクステンス DC17 のエクステンス DC があったと思うんですけど、こちら同じナロースプールが入ってるということでね、今後ね比較などしていければいいなと思います。まあ一応一通り、投げてみた感想からなんですけど、今までのアンタレス、まあその16アンタレスから始まって17エクステンスとか18アンタレス DCMD と比べて、とてもブレーキがねマイルドな感じになってます。そうですね、まあとりあえずねそういった形で、やってきたので、実際にね投げている映像からどうぞ。21アンタレス DC ですね。今ラインを巻いてきました。とりあえず、ね、試しに投げていきたいと思います。ということでね近くの運河にやってきました。で、まあ、とりあえず P モードを試して、最初はねこのキャスティングシンカーを使ってやっていこうかなと思います。とりあえず1投目なので軽くで、向かい風すごい強い。おー、マックスはやっぱりブレーキ強いですね、キャスティングシンカーといえど。でなんか DC 音も変わらないって言ってましたけど、今までよりおとなしくなってる気がします。一気にブレーキ下げてみます。今は5ですねブレーキ。おー、伸びるね。一気にブレーキ3までいきましょう。向かい風に向かって投げてみます。もうラインも全然浮くことなく、飛距離自体は正直なところどうだろうね、そんなにアンタレス DCMD と変わらないかなっていう感じがします。ということでもうちょっとね使い込んでいくので、もうちょっと投げやすい場所に行きたいと思います。はい、ということでね遠投しやすい場所にやってきました。で今ブレーキ下から2番目ですね、 B モードのこれでやっていきたいと思います。よいしょ。ノーサミングで全然糸浮き上がらないですね。 B2 番でもまだね脇に関してはクリスとかがね初期の段階のデロデロについちゃってるのでよくわかんないですけど、飛びに関して言えば最高です。一応1番までいきますか。 P モードの一番下、さすがにバックラッシュするでしょこの風なら。しないですね。玉がね糸が浮くのも全部補正してくれます。フルキャストはしてないですけど、フルキャストしても大丈夫じゃないかなっていうような糸の感じです。ちょっともっと強く投げてみましょう。あ、ちなみに今日使ってるロットはワールドシャウラの1832です。お、めっちゃ飛ぶ。着水はちゃんとしないとダメですね。風がすごいな。多分風に押されちゃってるんだと思うんですよね。この深海は軽いんで。ということでね、とりあえずこの投げやすいシンカーを使ってる間に X モードを試してみましょう。多分気になるのはそこだと思うんですよね。 P ラインと X モードどうなのっていうところだと思うので、とりあえず X モードのマックスブレーキやっていきます。おお、なるほどね。X モードのブレーキはとても効いてる気がします。 X センスとかの XP モードとかと比べても全然強い感じがしますね。これだったら一気に下げてもいいね。上から3番目に下げます。全然大丈夫、いける。ほう、どんどん下げていきましょう。下から4番目、ちょうど真ん中ですね。お、めっちゃ飛ぶ。糸の抜けが一気に変わりましたね。めっちゃ飛ぶんだけど糸浮き上がること全くないですね。今は向かい風ですね、若干の。これすごいかもしれない。今空気抵抗のねないものを投げてるので普段とは違う用途だとは思いますけど、じゃあ X モードの下から3番目やっていきます。すげえ、下から3番目も余裕で使える。これある程度投げれる人だったらむしろなんつうの、ライン専用モードよりも全部 X モードでやっちゃった方がいいのかもしれないですね。別に追い風に向かって今投げてても全然平気なので。次下から2番目。めっちゃ飛ぶ。ここら辺りからあれだね、ラインの抜け方が全然違いますね。飛距離としては数センチとかしか変わってないんですけど、多分風に向かってだんだん風も強くなってきてるっていうのもあるのであれなんですけど、一応ミニマムいってみましょうか。全然使えるわ。全然使えますね。今までアンタレスを使ってた人とかだったら全然使えるレベルですね。でこのアロースプール、多分エクステンス使ったことある人はアロースプール慣れてると思うんですけど、アロースプールなのであんま太い糸を巻きすぎると目減りがねひどいんですけど、今 1.5 号巻いてて 1.5 号 200m 巻くのであれば目減りもそんなにせずキャストも安定するかなっていう感じです。で今 X モードの 着水でミスりました。 X モードの一番下で投げてて、投げてる最中のタイミングっていうのはほぼいらないので、ほぼっていうか全くしてないので、それで飛ばせるのでだいぶねこうマイルドになってると思います。それでは、ね、普通のシーバスルアー投げてみましょう。ではね、普通のシーバスルアーを投げていきます。スカルアサイレントアサシン 129F ですね。でとりあえず P モードに戻しました。大体今までの設定だと下から2番目とかでやってたんですけど、とりあえず下から5番目からやっていきます。ほっ、ブレーキ強い。全然飛ばなかった。風がねちょっとだいぶ邪魔なんですよね、あれですけど。全然飛ばせそうですね、まだまだ。ブレーキ後強すぎるな。一気に落とします。下から3番目、 P モードの3番目。向かい風だけど全然糸浮かないので、ここら辺は使いやすいんじゃないかな。うん、飛距離は出て、多分一般のキャストに慣れてない人がやるんであれば、この3番 P モードの3番あたりが使いやすいのかなと思います。一応2番もやっていきましょう。全く2番でも全然糸浮く気配ないな。糸を浮くことはないですね。2番もいけちゃうかもしれないし、誰が投げても。まだ今ね、ちゃんと竿を曲げ込んでのキャストっていうわけでもないのに、こんなに投げれてるので、いいんじゃないかな。一応1番もいってみましょう。 P の1番とかミノウじゃほとんど使うことないですよね。おお、風が吹いてきたけど自動補正してるね。すごい。今サミングしようとしたけど全然糸浮いてこなかったのでしないでみたんですけど、風がピュッていきなり吹いてきても全然大丈夫ですね。 P モードだったら 15g 以上になれば、ある程度こう飛行姿勢のいいものだったら、もしかすると1番だけでいいのかもしれないですね。全然使えますね。X モードでもいけるかなと思うので、 X モードでやってみましょう。 X モードね、これやっていきます。多分ミニマムは死ぬので X モードの5番あたりからやっていきます。X モードめっちゃ飛ぶな。別にもう実際の飛距離的には飛んでないんですけど、そんなに風があったりするので、糸の抜け方的な問題です。めっちゃ X モードが安定してます。少々一気に下から3番目までいきます。ただおー、いいっすね。 X モードの3番いいっすね。むしろ X モードだけで全部いけるんじゃないかと思ってきたので、ちょっとルアーチェーンしてみますか。シーバスやる方でね、気になるのはこのカゲロウの100とか、こう 99mm ルアーで、この 10cm 台のルアーが投げれるかどうかっていうのがすごい気になる方が多いと思うので、やってみましょう。モード変える、戻すのめんどくさいんで X モードのままやっていきます。まずは X モードのそうね、上から3番目だから、12345番でやっていきます。あ、全然投げれる。むしろ X モードだけでなんとかなりそうですね。モード専用いらないんじゃないかって思ってきたのが今日この頃です。よいしょ。じゃあちょっと5番でやっていきます。どんどん落としていきます。ほう、なるほど。やばいね。全くノーサミング、しかも向かい風ですよ今の状態でカゲロウ100がストレスなく、しかも X モードで投げれちゃってます。次4番ね、ここら辺かな、勝負どころは。4番だと若干バックラしますね。X モードだと5番より上、ないしちゃんとサミングするのであれば4番でいけそうな感じですね。今はキャストのねあれを取ってるので、サミングはして着水以外はしてないです。ちゃんとサミングしてやってみますか。サミングすれば多分4番でもいけると思います。バッドコンディションじゃなくて多分普通に4番もいけると思うということでやってみましょう。4番ね、いける。普通にスピニングより飛んでる。多分これ水面滑っちゃうぐらいだからね、さすがに多分ね P モードに戻して1番とかでやるより X モードの方が飛ぶと思います。ちょっと一回 P モードに戻してみましょう。 P モードに戻してみました。よいしょ、いきます。4番だ、弾道が上がっちゃうね。もうちょっと緩めないと。 T モードだと多分下から2番目ぐらいがちょうどいいのかなっていう感じがします。 T モードが飛ばねえ、どういうこと。多分フローラモードとかも一緒だけど若干ブレーキ強いよね。あー P モードだともう安牌ですね。ギュッて振ってスピニング投げしても全然大丈夫なぐらいブレーキが効きます。立ち上がりのブレーキは多分相当強いんだよね。 B2 号の方が飛びそうだから。多分新しい DC がこの目減りした時のブレーキを弱くするような仕様になってるのかもしれないけど、 P2 号とかで目減りさせちゃった方が飛びそうな気がします。まあ僕は 1.5 号でやりますけど、うん、全然このカゲロウとかのクラスも投げれます。ただ一番下は無理っていうか浮いておきますね、やっぱりノーサミングだと。うん、2番だね P の。なんだろう、パーミングの位置がねこうしづらいみたいなことを言ってる人たちもいましたけど、別に僕はそんなに高さを変わらないですね。 DCMD よりかちっちゃい感じです。だし、僕は結構手でかいんで、うん、パーミングはしやすいです、僕は。っていう感じです。好きやね、次のルアーやっていきましょう。はい、ボートシーバスとかで使うようなちょっと大きめのバイブレーションですね。抵抗の大きい。これをやっていきましょう。まずね、B モードで普通に投げていきます。3番ですね、B モード。おー、安定する。空中でね結構姿勢崩しやすいんですよ、こういうバイブレーションって。全くない。しかも引き重りは全くしないですね、ベイトのトルクで。あと XG なので 90mm ハンドルがついてるっていうこともあって全く余裕ですね。これ根がかんだよな、あんまり余裕持って巻いてると。うん、すごいですね。こういう上で回っちゃうようなやつを X モードで投げたらどうなるのかなということで X モードにしていきます。僕の経験上だと X モードのいきなり3とか2でいっていい気がするんだけど、それはやめておきます。一応ね、6番ぐらい5番ぐらいでしょうかにしておきます。おー、強いなブレーキが。この抵抗あるルアーもう全然負けちゃう。ゴイゴイ全く理由がね。そう、危ねえ、絵引っ掛けるとこだった。最初のトルクのね見るのには絵引っ掛けてもいいんだけど、弾がないんでね。いいっすね 90mm ハンドル。最初俺短い方がいいなと思ってたんだけど、結果これにして正解ですね。一応軽く投げた時のやつも見ておきますか。 X モードの半分ぐらい、近距離を近距離一応全くあれですね、糸が浮くことない。本当に X モードだけでこのリールはいいんじゃないかと思うようなリールですね。ということで他のルアー試していきましょう。もう X モードしか使わないです。ここからはね、僕がよく使うルアーたちですね。まずはレスポンダーの 129F、 これですね。これは僕の平鈴木釣りでは一番使用頻度の高いと言えるようなルアーです。まあまあ X モードの4番で、さすがに向かい風に向けて投げるとサミングは必要ってだけですね。多分4番でいけます。まあ真向かいでめっちゃ結構強いんですよ風が。うん、サミングすれば普通に飛ばせます。サミングするか、もしくはメカニカルをちょろっと気持ち締めるってやれば全然いけますね。うん、いい感じ。必要最低限を飛んでますね。まあ、最後にね、この実際にこのパスインプレッションとして投げてみたってやつはよく飛ぶルアーを投げてみて終わりにしましょう。まあ、例えば DCMD でも 100m 級投げれて、なおかつ X センスとかでも 100m 級投げれるし、スピニングでやっても 100m 級を投げれる。スペシャルルアーでいきましょうか。こいつです。トライデント 130S、 こいつでやっていきます。こいつはもう X モードだけで十分でしょって思う。プチンっていくのが嫌だけど、おこんな感じね。今ちょっとビビり投げしました。2832で多分投げるのは初めては2回目とかなんですよね。ちょっと久しぶりに2832を使ってるっていうのもあって、若干ねこの曲がる感じにビビってます。うわやべえ。エクセンスの時もなんかかかった、ゴミだな。エクセンスの時も XP モードの基本的には3番ないしは4番で飛ぶルアーだと2番1番っていうのを使ってて、今のアンタレスもエクセンスの DC ブレーキを入れてて、まあ XP モードの3番4番あたりがメインになって、まあその下の21っていうのはメタルジグだったり、こういうトライデントとかみたいなね飛ぶルアーを使うっていうのが基本のスタイルなんですけど、どっちの方が飛んでるかって言われると、まあ慣れもあるのでアンタレスの方が飛んでる気がするんですよね、 DCMD とかの方が。だけど何がすごいってこの X モードにした時の安定性が全然違いますね。 X モードなのにこうサーミングをねこう必要としないわけじゃない。振り切るとサミングは必要なんですけど、なんだろう、そのサミングを少なくて済むので気持ちの余裕があるので、もう余裕感っていうのはものすごいアドバンテージになると思います。フルキャストしても今までよりも親指に使う神経っていうのが少ないので、そこはいいんじゃないかなと個人的には思います。で全然こうショートレンジのキャストっていうのも安定してねできるので、すごいいいリールですね。これからねどんどんこのリールは使ってねどんどん実況していきたいとは思いますけど、最後の伸びがすげえ悪い。もうちょっとメカニカル緩めた方がいいですね。こんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。でね、めっちゃねいいリールです。もうとにかくね糸の抜けがいいなっていう感じで、そうですね、今まで使ってきたアンタレスシリーズの中では一番マイルドなんじゃないかなと僕自身思います。で P モードっていうラインのね専用モードがあるんですけど、そちらはね実際使ってみた感じいらないんじゃないかなっていう感じで、今回からエクストラ、ロングキャストモードだっけ、そういったね X モードっていうのがあるんですけど、そちらがとてもマイルドになっているので、そちらをね8段階で調整してあげれば、まあ大体 C バスで使うようなルアーだったら何でも使えるんじゃないかなっていうのが僕の今日投げた感じの感想になります。で今後ねまた比較動画とかいろいろ使ってみてね気づいた点とか、あったらどんどん動画にしていきたいと思うので、よかったらねグッドボタンとチャンネル登録だけよろしくお願いします。またなんか気になることとあればコメント欄にじゃんじゃんコメントくれれば嬉しいです。それではねまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。